電気ストーブ電気ストーブ、または電気ヒーターとは、ジュール熱を利用した暖房器具である。胴体に電流を流し続けると、ジュール熱によって温度が上昇し、やがて赤い色の光を含む電磁波を放射するようになる。この電磁波を反射材等で変更し、対象に向けて照射することにより、対象を温めることができる。灯油やガスなどの燃料を用いる暖房器具とは異なり。 燃焼を伴わないので、有毒ガスが発生せず、一酸化炭素中毒の危険性は低い。構造が簡単であるため小型化が可能である。しかし、他の種類の暖房器具と比べて、ランニングコストは比較的大きい。地震などの対策として、点灯感知スイッチが装備されている場合が多い。何らかの要因で、電気ストーブ本体が点灯した場合には、 スイッチが切れるようになっており、火災を防ぐ仕組みになっている。副射式ヒーターを高温にすることにより、大半のエネルギーを赤外線として放射させる方式である。ヒーター部分は、コイル状のニクロム線を赤英ガラスのパイプに通した構造のものが安価であり、多く使われている。赤外線は空気に熱エネルギーを奪われることもなく、直接人体を温めるため効率的である。 このため、ドアを開けっぱなしにしている店舗のような風が吹き込む環境でもよく温まる。放射される赤外線と可視光線は人体や壁などに吸収されて100%の効率で熱になり間接的に空気を温めるので室内の空気を温めるエネルギー効率は温風式や対流式と結果的に同等となる。ヒーターの背後に反射板を設け、 輻射熱を全面に反射させる構造が一般的である。以上の特徴から台所、勉強部屋、店舗のレジの近くなど、局所暖房としての利用が多い。温風式、ヘアドライヤーのようにファンによって、ヒーターに空気を流し、温風を吹き出させる方式である。まず空気を温めるため、輻射式のようにすぐには暖かくならない。また風量によっては、 音が気になる場合もあるという欠点があるが、小型化できる利点があるため、狭いところで使われることが多い。かつては、赤英管ヒーターを使って、副車式と音風式を併用する方式の電気ンヒーターが、各社からこぞって発売されたが、ヒートポンプ暖房付エアコンの普及とともに販売が縮小され、現在日本では、ハロゲンヒーターを使ったものを一社のみが販売している。 対流式熱伝導によって空気を温めて自然対流を起こさせることにより部屋全体を温める方式である。空気と接触する面積を大きくする必要があるためキャスターがついた大型なものが多い。温まった空気は軽くなって部屋の上部に溜まるために部屋の下部はなかなか暖かくならず、また部屋全体を温めるには長時間稼働させる必要があるのでランニングコストが 高くなるという欠点がある。1 5キロワット以下の機種が多く石油ストーブやエアコンと比較すると発熱量が少ないため、寒元値などでは部屋が十分暖かくならない場合もある。ランニングコストを気にせず暖房性能が部屋に見合うならば穏やかな室温変化が快適とされる。石英管ニクロム線ヒーター石英管で被膜されたニクロム線を用いるもの。 カーボンヒーター不活性ガスに封入された炭素繊維を用いるもの。グラファイトを用いたものは特にグラファイトヒーターとして売られている。放射スペクトルに遠石外線を多く含む。この領域の波長は水の吸収スペクトルのピークとオーバーラップするため、含水率の高い物体を効率よく加熱できる。ハロゲンヒーターハロゲンランプを用いるもの。 オイルヒーター何年性の油を用いるもの、ありがとうございます。